はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーポンです。ダーポンを実況するヘビーレイン心の騎士みどき第6回目、続きの方をプレイしていきたいなと思います。最初に目についたモーテルで部屋を借りた。と記憶まさか俺がこの箱をロッカーに入れたのか覚えてない？ロッカーのチケットを持ってたんですけども、箱について何も記憶がないんで靴のすよ箱、ね。これがショーンの行方に関係あるのか？で、息子のショーンを探しさんがまた、ロッカーにあった箱、中に何が入ってるんだ？気になりますね。じゃあ、開けてみます？じゃあ。ゆっくりね。じゃあ、開けてみましょう。やだ。開けたくない。まあ、見てみないとわかんないかな。とりあえず開けるぞ。こういうのは、思いっきり開ける。なんだ、え？おお、ハンドガンが1丁入ってるぞ。スマートフォンっぽいのと、あとあれだ。あれだよね、コンビニのおじさんが持ってた折り紙だ。番号が振ってある。ハンドガン。ちょっとハンドガンを取ります。あれだね、M9A1 みたいな感じですね。弾はちょっと入ってますね。銃の扱い方が分かってたかな、今。マガジン抜いて弾確認したもんね。やっぱ折り紙殺人鬼なのかな。これまた折り紙ですね。1って書いてあるぞ。ちょっと開けてみましょう。息子を救う勇気はあるか、ジョーのガレージへ行け。歴史に都市ルーズベルトアベニュー4988番。なるほど。これはなんだ？ USB ってか、マイクロ SD だな。あ、SD カードだ。ちょっと見てみましょう。プレイビデオ。え？助けて、パパ、ショーン。どこにいるの？犯人すからごだ。く寒いよ、愛する者のためにあなたは命を懸けられますか？5つの折り紙1つ1つが試練を表し、各種類に手紙が手に入る。住所は手紙。まずはガレージに行けってことだな。銃は持ってくのか？持ってかねえ方がいいような気がするけど。とりあえず折り紙入れて。隠しとくか。隠しとこう。いつやね、足を洗われるかわかんないから。雨が降ってます。行こう。まずはガレージュに行こう。FBI の変わったぞ。水曜犯人日、は白人、AM9 時30歳から3145分。歳。衝動的犯行ではなく、緻密な計画に基づいて行われています。被害者への怨恨は皆無。被害者の顔を泥で覆い、匿名性を持たせています。恨みがないなら、なぜ会社を殺すんだ？被害者は単なる象徴に過ぎない。だから折り紙の動物を置き、謝罪の意味で犠牲者の胸に花を置いていくんです。なるほど。で、どうすりゃいい？犯人を追跡するには、彼の行動を理解することです。小説ならそうだが、今は子供の命がかかってるんだぞ。続けて、ジェイデン君。さらに犯行の地理分布を調べてみました。一般的には殺人は自宅の近くで行われます。トラブル発生時に安全な場所へすぐ逃げ込めるように。犯人は自信をつけるにつれて行動範囲を広げていく。
そこで犠牲者が姿を消した地点を分析した結果、犯人の居住エリアを絞り込むことができました。で、そのエリアってやつの広さは？現時点ではおよそ16キロ四方です。おいおい、それだけ広げりゃ1万人は住んでるぞ。一人ずつ質問するつもりか？確かに犯人の住所とまではいかないが足がかりにはなる。ブレイブさん、あなたにもっといい考えがあるなら喜んで聞きますよ。さあ、いつでもどうぞ。攻撃的だったな。考慮、一つ気になることがあります。被害者が姿を消してから死体が発見されるまで3日から5日と開きがありますが、光量に関しては 10% の誤差の範囲内でいつも15センチです。一体どういう意味だ？死因は全て雨水による溺死、殺害は雨の多い秋に限られています。犯人は被害者を屋外のタンクか井戸に入れて雨水が溜まるようにしている。雨が多いほど残された時間は短くなる。それで次はどうする？プロファイリングに当てはまり、さらにこの安全地帯に関連がある容疑者が2人います。彼らに話を聞きたい。ああ、やってられるか。こんなの時間の無駄だ。今も犯人はどこかをうろついているんですよ。すぐに動きましょう。犯人は普通の殺人犯じゃない、知的で計画的で秩序だってある。パトロールしたところで見つからない。なあ、ジェイデンさんよ、あんたはその豊富な経験をどっから得た？実際の任務か、それとも教科書で読んだだけか？どうなるはないな。私は犯人を見つけに来ました。あなた方の協力があってもなくても私は捜査を続けます。なんだとこの野郎。いい加減にしないか。被害者が死亡するまでに15センチの雨量が必要だと言ったな。あとどれくらい時間が残ってる？天気予報が正確なら72時間もない。2日ぐらいしかないや。よーし、慎重に行くぜ。ちょっと、どうも。いないな。もう一回行くか。留守か。時間の無駄だったな。せっかくだ、とりあえず覗いてみるか。でも留守だぞ。これでどうだ？アグレッシブ。これが合法だとは思えないがな。おっしゃる通りです。通報するか？なんだこりゃ、十字架？ナサニエル・ウィリアムスはかなり信心深いみたいだな。なるほどね。やつは世界の終わりを心待ちにしているイカれた野郎だ。数ヶ月前、やつが公園で騒ぎを起こして職務質問したことがある。なるほど。大声でわめき散らしてたよ。声を聞いたと言ってな。俺があくまでやつを迫害するために地上にやってきたってバカなことを抜かしてやがった。イカれてるぜ。こっちの部屋が怪しいな。確かにイカれた野郎だってことはこれで十分わかる。なんか手がかりになるようなものはあげてみるか。オープン。なんだこれ、薬だな。何の薬だ？調べないんかい。変わったところはなさそうだな。ああ、まあまあ信者って感じですね。こっちか。壁一面に殴り書きか。聖書からの引用だ。なるほど。おーおーおー、びっくり。カメラが切り替わった途端に開けないでくださいよ。びっくりするじゃないですか。何もないですね。
こんなアパートに引きこもって現実逃避してるな。神秘妄想壁の兆候が被害妄想で悪化してるといったとこか。聞かねえ。プロファイラーじゃなくても彼が犯人じゃないのはわかる。時間の無駄だ。なるほど。空気がよどんでる。何年も窓を開けてないんだろう。なんか変わったところは別にそんなになさそうだけど。薬は何なんだろうな。これが何かヒントを提示しているのか。調べられるところは調べてみよう。お、帰ってきてよ。帰ってきてよ。まずいのでは？いいタイミングだな、サニエル。探していたところだよ。しよ、我を守りたまえ。私は FBI のノーマン・ジェイデンです。いくつか質問を。神はご存知です。私は何もしていません。無実です。落ち着いて。誰もあなたを責めちゃいない。話したいだけだ。逮捕はしないですね。まあちょっと簡単に、じゃあこの十字架について。なぜこんなに十字架を？何かを恐れて？時は近い。神の怒りが人々に降り注ぐだろう。はあはあ、私は世界の終わりに備えているのです。あは？まあ職業は。ナサニエルさん、あなたのお仕事は？慈悲深い神に人類の救済を祈ること、それが私の唯一の務めです。はあ。ナサニエルさん、先週火曜の午後4時半はどこにいましたか？ここに。私は家で祈っていました、一日中。アリバイがないですな。いえ、一人でした。アリバイが証明できないですね。例の声はどうした？今もまだ聞こえるのか？お？声の主は誰だったっけな。よく知ってる人だろう。知ってる人？あの方の名前を口にするな。誰だ？どんなお告げだったっけ？止めるってやるぞ。それは言えない。それについて話してはいけない。ちょっと泳がせてみるか。彼はお前に新たな生贄を見つけろと言うんだな。もっともっとたくさんの。なんだなんだ。ダメだ、やめろ。口にしてはならない。ここに来てしまう。くそ、ブレイクはやりすぎだ。突っ立ってないでなんとかし。ブレイク、お前は一晩中その声に苦しめられて声が止むように願った。そうだろうな、サニエル。やめろ。ブレイクは彼を締め上げるつもりだ。でもそんな自白は無意味じゃないか。お前は声が止むように男の子を連れ出して溺れさせた。もうほっといてやる。そうだろう。違う、カーター、クソ、いい加減にしろ。やめろ、やめてくれ。子供たちを殺したのはお前だ。いい加減白状しやがれ。おい、ダメだって。やりすぎですよ。ほーら、そうなる。ほーら、そうなる。ほーら、そうなる。我らを滅ぼすために血を得やってきた。ほら、早くしろ。撃て。落ち着け。誰もお前を傷つけやしない。銃を下ろすんだ。落ち着いて。何も心配はいらない。銃を下ろしてくれ。主の御使いに対峙したことを悔やむがよい。え、神の力を思い知るのだ。嘘。やばいやばいやばい。私の声に集中して、私の声だけを聞くんだ。全能なる主よ、悪の力と戦う我らを守りたまえ。悪魔の策略から我らを守りたまえ。全能なる神が彼の王国の力を約束し、聖なる力が悪魔と魂を求めて地上を徘徊する悪霊たちすべてを地獄の深淵へと追い払いますように。やめろ。ちょっと待って。さあ、ゆっくりと床に銃を置くんだ。頼むから下がってくれ。下がってゆっくりと撃つなよ。やめろ、やめてくれ、頼むから。よし、銃を下ろすんだ、ナサニエル。撃たないから。
ダメだよ。そう、オッケー、手を挙げてくれ。両手を頭につけろ。後ろ向け。ああ、撃っちゃった。俺は撃ってしまった。ああ、そうみたいだが、ただの十字架か。うわ、間違えちゃった。どうせクズだ。さあ、行くぞ。いや、そんな撃っちゃうよ、反射で。それは撃ちますよ。わー、よくあるやつにやられてしまいました。まあまあまあ、これも選択ですから。いや、無実の人でしたね、はい。だってさ、あんなさ、ガーンって動かれたら、それは撃っちまうよ。水曜日10時37分 AM。 あ、探偵の方ですね、スコット・シェルビーさん。はー、よし、じゃあ行こう。はあ、今日は喘息の気配がないな。念のため吸入器は持っておくか。ボールスーザン・ボールズ、折紙殺人鬼の犠牲者の母親だ。息子の死に関する情報を知ってるかもしれないな。あら、開いてんの。あら、出直しますか。子供がいます。辺りを調べるか。別の入り口があるはずだ。裏口かな。赤ん坊が泣いてて返事なし、嫌な予感がするな。確かにその通りだ。いや、裏口は開いてるんかい。裏口開いてるんかい。手紙だ。ボールズさん、すみません、失礼します。なんかあるぞ。なんてこった。うわ、そういうこと。待てよ、早く兄ちゃん探すんだ。間に合うかもしれない。まずはボールズさん、そこにいるんですか。クソ、あかね、ほら、はあ、まずいな。マジかよ。ちょっとしっかり、ちょっと。ボールズさん、聞こえますか。うわ、マジか。起きて。ちょっと、うわ、大丈夫。お、意識ある。よし、とりあえずここで、よいしょ。病院、救急車呼んだ方がいいのでは。救急車を呼びます。あ、その通りですね。病院へは行きたくないの、お願い。わかりました。何か傷の手当てができるものは。ええ、あるはずよ。 OK、 じっとしてて、すぐ戻ります。どこだ。これ怪しいな。これとよし。持ち方がなんかあれだな。
よいしょ。私がここにいます。大丈夫ですよ。そばについてます。よいしょ。うーっ、まずは血を止めるぜ。しっかりして。スーザン、スーザン聞こえますか。スーザン、しっかり。よいしょ。聞こえますか。しっかり。よし、よし、手際よく行こう。手際よく。よし、止血は完了した。応急処置だが止血はできた。傷が深くなくてよかった。ボールズさん、気分は大丈夫？赤ちゃんが、赤ちゃんが呼んでるわ。いやいやいや、大丈夫です。よし、ここにいなさい。私が面倒見るから。いいね。ちゃんとわかります、赤ちゃんのこと。私は探偵だよ、何でも知ってる。本当かよ。本当かよ。よし。名前はエミリー。捜査をしに来たはずが。オッケー。エミリーね。エミリー、どうしたんでーい。よし、よし。あ、血がついてる。これは手を洗わないとだな。手を洗う、手。よいしょ、ちゃんと落とさないとな。 OK、 そのまま行こうとしちゃったよ。よし、さあ、よし、こもりだ、こもり。よし、大丈夫か。あ、エミリー、それでどうしたのかな。おっと、この匂いは間違いないな。あら、だだだだ、どうやって、これどうやって。あ、そっちに行けないです。あ、これでいいんだ。よいしょ。はーい、よし、どうすればいいんだっけ。ん、よいしょ。はい、落ち着いてね、いい子だからね。おーい、よいしょ。お、ほーら、綺麗になりましたよ。気持ちいいかな、エミリーちゃん。 おい、どうした、まだ何かあるのかい。お腹が空いてるのかな。なんかあるか。ミルク的なもの、ミルク的なもの、的なもの。やっぱりな、だから泣いてたんだね、エミリーちゃん。もう大丈夫だよ。ミルク的なものはありますか。台所とかにありそうですけども、ないな。病気じゃないな、お腹が空いてるのかな。なんで泣いてるんだ。スーザンならわかるかもしれないな。あ、あった。これや。これや、これ。よいしょ。これですね。温めた方がいいんだろうな。そうです。ちょっと温めた方がね。あんまり熱すぎてもダメですけどね。お腹が空いてるのかな。よいしょ。今行くよ。よいしょ。
よしよし、お腹が空いたかい？ちょっと待って、喉に詰まらせないようにボトルを少し傾けよう、ね。はい、おーい、おーよしよし。あら、飲むのが早いですね。ただ、あーどうした、あーどうした、どうしたどうした、え、どうして丸、丸です。はい、よしよし。ああ、よくできたね、エミリー。だいぶ機嫌が治った、だろう。さあ、優しく揺らしてあげるから、ゆっくりお昼寝しなさい。いいかい、よし。よし、優しく揺らしてあげて、自然と眠りにつく。はい、かわいいですね。はい、おやすみ。よし、さあ、エミリーの様子を見に行こうかな。お、赤ちゃんの世話ありがとう。どういたしまして。置いてきたくなかった。でもどうすることもできなくて。ただジェレミーがいなくなって、あの子は本当にいい子で、どうしてあの子があんな目に遭わなければ。君一人で面倒を見てるのかい？ジェレミーのお父さんはどうした？いなくなった。事件の翌日に、理由はわからないけど、母、多分耐えられなかったんだわ。私一人でエミリーを育てなきゃならなくなって、辛くって。なるほど。そうか。ご主人はいなくなる前に何か言ってなかった？メモとかに伝言は？いいえ、何も言わずに出て行って、携帯電話だけ残して。携帯？ねえ、ダンスの引き出しに携帯が。なるほど。見たことのないものだったから彼のものじゃないわ。電源を入れようとしたけどうまくいかなくて。まだあるかい？ええ、確かリビングの引き出しの中に。よかったら持って行って。ありがとう。私が持つよりその本が役に立つわ。すまないね。頼れる家族は誰かいないのかい？ええ、母が。でも頼る気にはなれないわ。あまりうまくいっていなくて。だけどそうも言っていられないわね。体を大事にして、エミリーもね。ええ、約束します。大事にしてください。リビングの棚に携帯が入ってるつつだな。引き出し、リビングの引き出し、この辺か。俺か、あ、俺だ。電源が入らないっつってたな。幸せになるんだぞ。お母さんを大事にな。あと調べられそうなもんもねえな。じゃあ置いてもさせていただきますかね。
大丈夫かな。雨が降ってるぜ。お、戻りましたね。トロフィーを獲得しました。赤ちゃんマスター、ありがとうございます。さあ、水曜日11時3分 AM というわけなんですが、ちょっとキリがいいので、今回第6回目はここまでにしたいなと思います。次回はですね、この続きからやっていきたいなと思います。物語が徐々に動き始めているんですけども、果たしてその折り紙殺人鬼の犯人は誰なんでしょうか。楽しみにしていきましょう。次回もお楽しみに。お疲れ様です。